こんにちは、ゆいです。今回は食パンマンのポシェットを作っていきたいと思います。なんかこんな感じで、ボタンと紐をつけてあります。で、今回使用する毛糸は白い毛糸と茶色い毛糸で、薄い茶色い毛糸とオレンジの毛糸と、ボタン一つと7号針と5号針で、とじ針です。では早速作っていきたいと思います。では1段目作っていきたいと思います。1段目は鎖編みで15目編んで、ここの部分ですね、15目を13段編んでいきます。で、これで1段目15目編めました。で、これをあと12段編んでいきます。これで13段編めました。で、次14段目と15、16段目は端に増やし目をして編んでいきます。で、また端っこだけ増やし目をして、で、14段目が完成です。で、15、16も端だけ増やし目をしていきます。で、これで16段目まで完成です。で、17、18は増やし目なしでそのまま編んでいきます。18で、次それで19段目から22段目まで両端減らし目して小さくしていきます。これで22段目まで編めました。ベース部分がこれでだいたい完成です。ベース部分が編めたので、周りのこの茶色と薄い茶色をつけていきたいと。ベース部分が編めたので、周りのこの こんな感じで茶色い部分を編みつけていきました。次は薄い茶色を縫い付けていきます。これで薄い茶色も無事完成です。これでちょっと余計な糸の始末して
次パーツ部分つけていきたいと思います。これで糸処理完成しました。次目を編んでいきたいと思います。目は5号針で鎖編み3目から編んでいきます。これで目が完成です。これで目をもう一つ作っておきました。で、目の完成です。次、ほっぺ作っていきたいと思います。ほっぺは5号針で輪の作り目で8目編んでください。1、2、3、4、5、6、7、8。2、3、4、5、6、7、8。で、ほっぺはこの輪の部分の8目で完成です。で、それでほっぺももう一つ作っておきました。で、次は口を編んでいきたいと思います。口は今度は7号針で編んでいきたいと思います。鎖編み10目で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、1段目はそのまま10目編んでいきます。1、2、10。で、1段目完成です。で、2段目以降はまた両端だけ減らし目をして小さくしていきます。で、減らし目、減らし目で、最後、2目になります。5段編むとこんな感じで口部分になります。で、これで口完成です。それでは縫い付けていきたいと思います。まず鼻を縫い付けていきたいと思います。茶色の毛糸で、ちょうど真ん中ら辺になるように。
で、こんな感じで鼻を縫い付けました。で、これで鼻のベースができたので、この中を縫い付けていきます。こんな感じで鼻部分が完成です。で、次は作っておいた目の部分ですね。目の部分を縫い付けていきます。こんな感じで目つけました。目をもう片方もつけておきました。次、眉毛つけたいと思います。こんな感じで3箇所ぐらい止めてあげると綺麗な眉毛の形になると思います。で、これで眉毛完成です。次はほっぺをつけていこうと思います。これでほっぺを2つともつけたので、次口をつけていきたいと思います。で、これで口をつけたので周り茶色く囲っていきたいと思います。で、こんな感じで口が完成です。とベース部分をもう一つ作りました。これが裏面になります。では裏面を編み付けていきたいと思います。これで下の茶色い部分縫い付け終わりました。で、糸の始末をします。この茶色い部分だけだとまだちょっとパカパカしちゃうので、この濃い茶色の方もちょっと縫い付けます。ここの部分だけ少しだけ縫いました。で、糸処理します。ここが今縫い終わりました。反対側も同じ感じでここまで縫い付けたので、これでポシェットの本体完成です。で、次、ボタンをつけていこうかなと思います。ボタンは白い糸でつけます。
適当な長さに切って、この合わさってる糸を一本にして、いつも使ってるとじ針より細いとじ針でボタンをつけていきます。こんな感じで付け終わりました。であとはこの縫い付けた糸を井戸の始末してボタン完成です。で、糸の始末が完成したボタンができました。次、ここのボタンを引っ掛ける、この輪っかの部分をつけていきたいと思います。輪っかはこの7号針で、鎖編み10目ぐらい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で糸を切って、これを輪っかにします。で、結んで輪っかにしてください。で、結び終わったら、とじ針で付けていきます。こんな感じでボタン完成しました。で、次が紐の部分なんですけど、紐の部分はもうひたすら鎖編みです。で、好みの長さに鎖編みをしてってください。はい、鎖編みしてみました。私の場合これ130目ぐらいで80センチぐらいです。で、これをとじ針で食パンマンにつけていきます。こんな感じでやっていきます。で、糸の始末をします。縫い付け終わりました。これで完成です。あと中は結構量が入るので、お子さんのハンカチとかティッシュとか入れてもいいですし、お菓子入れて持ち歩いてもいいですし、とても可愛いと思います。食パンマン以外にも前に撮ったアンパンマンとかでポシェットを作っても可愛いかと思います。皆さんもよかったら作ってみてください。以上、ゆいでした。